はい、では北海道動画、あ、じゃない、北海道動画じゃない、北海道キャンプツーリング準備編、Amazon で大量に、キャンプ用品を初心者の僕が初心者チョイスで買ってみましたので、とりあえず、これからこれ一気に開けるだけ開けてきます。どうしますか？これはいいや。どういう順番でいきますかね。まあいいや。とにかく開けるだけ開けますわ。で、今日できれば、実家の庭にキャンプ、テントで泊まれたら、おー、いきなり来たー。レザーマン来たー。レザーマン来た。来ました、レザーマンのサイドキック。サイドキック、どうしよう、開けるか開けまいか、開けるか開けまいか。とりあえず並べるだけ並べて、アマゾンの箱から出して、分かった、そうしよう。サイドキック。お次は、普通に、アルコール燃料ですね。伝票は別にしといて、もしかしたら金額が分かるかもしれないから。続きましては、どんどんいきますよ。おお、ランタン、エボルタの電池付きのパナソニックのランタンですね。結構安いやつ、まあテント内が照らせればいいかなぐらいのやつ。そして、なんだこれ、チラシだな。これは、よいしょ、出た、チーロでいいんでしょうかね。パワープラス3のモバイルバッテリーですね。モバイルバッテリーです。よいしょ。テントにコンセントついてないから、これは重要です。よいしょ。そして、こっち先行くか。あ、その前に軽めの電柱を、これはね、なんだ、頼んだ方も忘れてしまいますよ、量が多すぎて。何を頼んだのか。あれだね。これちょっと開けるときに注意だぞ。手切るぞ、下手したら。これは、よいしょ。そう、開けるのはこの後だ。多分ね、ストームクッカーじゃねえや。アルコールバーナーじゃなくて、風防、とにかく風防。アルミウィンドスクリーンだ。そう、ウィンドスクリーンですね。調理するときにガス台とかの風よけですね。そして、次は、そう。マグネシウムファイヤースターターです。これはまあちょっと多分使わないと思うけど、ライターがあればそっちでやっちゃうから、シュッシュッつって火花を起こして、まあファイヤースターターだから火を起こすやつ。はい、そしてお次は、これは重要だよ。重要なやつ来たよ、これ。今も撮ってますけど、アクションカム用の、マイクロ SD カード 64GB、もう1個頼んでますけど、とりあえずこっちには 64GB 1個、1枚来ました。32GB で4時間ちょっとぐらいの撮れるのかな。フルハイビジョンで4時間ぐらい撮れるので、64GB だと8時間撮れる計算かな。そして、だんだんデカモノ、
これは、これはバックだね。ドデカバックのはず。ドデカバックちょっと後で開けよう。ここに一式全部入る予定だの。入んなかったらちょっと使い道を失うね。そして次は、お、外に伝票があるタイプ書いてある。そうだね。とりあえず、やるか。ちょいとか。よいしょ、よいしょ、あい、えい。ああ、いいサイズじゃないか。見た感じ。これコールマンの、はい、親父が登場しました。コールマンの、なんだこれ、レジャーシート。そして次は、よし、よし、えい、メインの、メインのやつ来た。今回のテントはこれですよ。初心者が誰にも聞かないで Amazon のレビューだけで選んだテント、こいつですよ。バンドックのワンタッチドームテントですね。ちょっと広げるのはまた後でやります。これに実際寝泊まりするわけですよ、北海道行ったら。でなぜか一緒に入ってた LED ランタン、これ200円ぐらいのやつ、とりあえず。えい、そして次は、はい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 、これはあれですよ、寝るときに敷く銀マットの代わりのやつですね。まあちょっとこれも後で、テントの隣に並べとこう。テントとこれ寝るときのやつ。よし、そしてお次は、あー電気が切れちゃった。ゆっくり剥がすって書いてあるのに焦りすぎた。よし、おい、よし、はい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 、こんなもんか。これは、あ、結構な重量がある、これ、椅子です。まあキャンプするときにくつろぐ用の椅子ですね。ノースイーグルの低めです。結構な重量あるぞこいつ。これが負担にならなければいけない。よし、ということで、とりあえずまあ今回買ったものはこんな感じで、あ、他にもあった。これ100均で買ってきたんだ。これもじゃあ一緒にちょっと並べるか。100均で買ったのが、ブルーシート。180×180 のブルーシート。これも、テントの下に敷くよ。グランドシートって、Amazon で買うと1000円ちょっとぐらいであるけど、まあ100均でもいいかと思って。100均のブルーシートで代用しますわ、僕は。で、レインコート上下。これ100均。本当はバイク用のいい雨がっぱを買うべきなんでしょうけど、自分はもう雨の日は基本走んないので、どうしても土砂降りの時だけこれを着ると。100円です。あとは虫よけの蚊取り線香と蚊取り線香入れを買いました。キャンプ場で蚊に刺されまくったらもう嫌なので。あとは、ランタン用の電池関係、まあ一応ね。でこれはあれだね、テントの、ペグ打ち用のハンマー。これ100均のやつがどんだけ使えるかとか分かんないですけど、ちゃんとしたいいの買うこともないかなと思って、とりあえずこれ買ってみました。えいす、こんな感じです。開けたら意外とコンパクトとでもないけど、とりあえず自分のオートバイに詰めるぐらいのものかな。うん、
で、これは前から持ってたキャプテンスタッグのやつだってですね、と寝袋も持ってきますよ当然。よし、じゃあこれを使って今日は実家の庭に寝れれば寝てみようかなと思ったんだけど、ちょっと天気が悪いとどうすかな。まあとりあえずテント広げてみるかということで、北海道ツーリング用のアマゾン購入品一気開けでした。それぞれのレビューはまた後でやっていこうと思います。以上です。